1> 第1種電気工事士筆記試験問題解説令和6年の下記の問い2ですね、えー、図のような直流回路において電源から流れる電流は20アンペアであると図中の抵抗 R に流れる電流 IR はいくらかとこういう問題でありますはいあの解き方としましてはですね、えー、まあ解一1の方はですね 電流ですね。電流からあ解いていくという。それから、えー、もう一つの方はですね、この抵抗 R というですね、この値を出して、それでまあ解いていくいこの二つの方法をね、えー、試みました。はい、まずは、あの、電流でね、えー、使って、えー、解いていく方法ですね、まずこの並列部ですね。 これに加わる電圧はどうなるか言ったら、えー、72ボルトからですねあの20アンペアが流れている2アンペアあ2オームのですね、抵抗のドロップですね40ボルトを引いた、えー、32ボルトというのがですね並列部に、えー、加わる電圧ですしたがってですね、えー、2オーム並列部の2オームに流れるのはですね32ボルトを2で割った16アンペアそれから10アンペア をですね、流れる電流は3 2ボルトをですね、えー、1 0ムで割って3 2アンペアしたがって IR に流れる電流はですね、えー、2 0ア,アから19.2ですね、えー、これを引いた0 8ア,ンペアということで、えー、イでありますね。 次はですね、えー、抵抗 R をね、えー、求めて、えー、RG を求める方法ですね。これはまあ、あまりお勧めではありません。はい、えー。ちょっとこれ、説明不足ですけどね、スモール R。これ、あの、電源から見たあ全抵抗数ですね。そうしますと、これは 72V を 20A で割りますとですね、3.6Ω というのが、これがあ、この回路全体の抵抗値になります。 で次に並列部の合成抵抗、これを RP にしますとね、RP は従って3.6オ、えームからですね、この2オームを引けばいいですね。そうすると1.6オームというのがこの並列部の、えー、合成抵抗になるわけです。従いましてですね、えー、2分の1プラス10分の1プラス R 分の 1, 1ですね、この並列抵抗の、えー、合成抵抗ですね。 これは1.6分の1ですね。こうなります。はい。従いまして、えー、R 分の1いうのはですね、1.6分の1から、えー、2分の1を引いて、さらにそれから10分の1を引くということになりますとですね、えー、これが16分の0.4ということになります、ね。がって R はですね、この逆になりますね。0.4分の16と。 ということで40オームというのがこの R の、えー、抵抗値になります。従いまして、えー、この平列部のです、ねえー、抵抗ですねこれは32ボルトですから、えー、32ボルトを40オームで割るということで、えー、0.8アンペア同じくですね1アンペアという答えが出ます。